愛ちゃん、はい、愛ちゃん。私は外国に行った時にタクシーに乗ったら、うん、なんか全然違うところにこう暗いところに行っちゃったので、ちょっと怖くて、はい、降りますって言って降りました。降りますって言っても通じる、うん、でも降ろしてくださいって言ってドアガチャガチャやったり。それは韓国でした。うわ、何、はい、どこに連れてかれそうなってたの。この暗いところでしたね。で雨も降ってたし、一人母と二人だったんですけど、お母さんも一緒に。そうなんですよ、たまたまそういうのに乗ってしまったらしくて。うわ、怖い、はい、ちょっと怖かったですね。私この間2泊3日で韓国行ったじゃないですか。その時に4人で女の子いたんですけど、タクシーの運転手さんが48歳の男性の方で、すごい日本語がうまいんですよ、うん、ですっごいその、その中の一人の吉本の社員の女性がものすごい口説かれたんですよ、うん、とりあえずエッチをさせてくれと、タクシーの運転手で30分エッチをさせてくれ、俺はおっぱいが大きい女の子が好きだからお姉ちゃんが一番いいと、韓国人はみんなそうだからって言ってたんですけど、ストレートに言われたんですか。ストレートに。いや、それは外国人だから。あとバッターなのに。